採用した軽量コンパクトなボディにはアクロでの耐久性に優れるラダーフレームを採用。スズキ SUV 伝統の走破性はそのままに、電動化がもたらす新たな 4WD の可能性も。そしてその最大の特徴は4つのモーターで四輪を独立制御していること。これにより路面状態や走行状況に応じたきめ細かい制御と定期旋回を可能とするなど、高いアクロ走破性はそのままに、従来の 4WD にはない機動性を実現します。さらに自動運転技術も搭載。自動運転モードはドライバーの意思により切り替え可能なので、普段は自動運転モードで走り、オフロードでの運転を楽しみたい時には手動運転に切り替えるなど、路面状況やドライバーの技量や意思に合わせた安心で楽しいドライブをサポートします。そして未来の運転の安心と楽しさのための進展や未来型インターフェース、車両の状態や変化する路面状況を一目で把握できる球体モニターや、インターネット情報やナビ、車体カメラからの映像が映し出されるワイドモニター、スマートフォンなどさまざまな電子デバイスとも連携し、他の車や地形、天候などの情報を表示することにより、大きな安心感で運転の楽しさと移動の快適を実現します。さまざまな使い方に応える、誰でもどこへでもワクワクを乗せてとことん使いこなしたくなる EV のコンパクト SUV、 スズキが考える未来の車のワクワクと楽しさ、そしてそれらを通して一人一人に届けたい車の喜びを形にした一台です。